リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリントです。はい、こちらは Facebook でちょっと先行公開っていう形になるかと思います。はい、その後 YouTube に上げる予定でございます。はい、皆様に、お願いです。まあ YouTube を見てる皆様にお願いです。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、Twitter、Instagram、TikTok のフォローなどよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は、実際に、エジプシャンルーセットオオコウモリを飼育始めて、まあ、3日、4日ほどなんですけれども、そこで、感じたギャップのお話です。まあ、最初にね、いろいろ、まあ、飼う前にね、調べていて、まあ、20年近くね、ずっと飼ってみたいと思ってたので、いろんな知識は入れてたんですけども、実際に飼ってみて、その時に聞いてた話とのギャップっていうのがもうこの3日ぐらいでもう出てきたので、ちょっとそのお話をしようかなというところです。ということで、エジプシャンルーセットオオコウモリを飼ってみての3つの、ギャップ。はい。それはまず1つ目。1つ目はですね、夜うるさいっていう、口コミだったんですけれども、そんなことないかな。正直、もうフクロモモンガを先に飼ってしまっているので、フクロモモンガの方がうるさいっす。もう夜行性の生物の中で、うちにいるのはね、フクロモモンガと、あとレオパぐらいなんですけれども、他は中高生なんですよね。イモリとか、サバンナモニターとか、セイブシシバナヘビとか、まあ、中高生なんですけれども、夜行性の動物の中ではね、あんまりうるさくないですね。まあ、このカゴをね、渡るときに、このカチャンカチャンっていう音はするんですけれども、それくらいです。なので、うるさいと感じたことは全く、今のところ、ないです。このマナちゃんでね、うるさいなって感じたことは今のところ、ありません。シズとフクモモの方がうるさいし、あいつらはなんか日中起きてくるやつもいるから、そっちの方がうるさい。あそこに今起きてるやつが1匹いますね。はい。うららちゃん。ここね、男の子コンビ、春とうらら、あ、春、上の方に、右上の方に出てきてますね。春とうららがね、うちの家では一番活発な子なので、あそこがうるさいからね、全然この子でうるさいとは思ったことないです。結構ね、夜羽ばたいたりとか、そういう音とかもするっていう話なんですけど、まあ、しますよ。羽ばたいたりも。バサバサバサみたいな音はしますけど、そんなことないですね。あと、4年前、5年前ぐらいかなに飼ってたハリネズミの方が夜中にカラカラね、運動するんで、回し車回すんですよね、ハリネズミって。で、まあ、ハリネズミって意外と運動量多くてですね、餌あげすぎると本当に太っちゃうんですけれども、ハリネズミちゃんの方が正直な話、まあ、クソほどうるさかったかなというところです。ハリネズミとフクロモモンガを飼った後に、念願のね、コウモリを飼っているんですけれども、コウモリはそんなにうるさくないですね。はい、っていうのが一つ目。次、二つ目。臭い、うんちがっていうお話。をね、結構書かれてたんですよ。結構フルーツで甘い匂いがするだとか、あとまあコバエが湧くだとか、もうちょっとコバエに関してはまだわかんないです。はい。で、結構うんちがこうシャバシャバ、水っぽいのと、まあ、固形物が一緒に出るっていうところで、まあ今もうそんな感じで下に落ちてるんですけど、まあ食べた後のね、カスもありますね。フクロモモンガとかこれペッペカスってよく言われたりしてますけれども、この子もペッペカスみたいなもんですね。口に含んだやつをペッペって出すカスということでペッペカスっていう名前だと思うんですけれども、結構カスもね出てますけれども、まあ、いらなくなった皮と、あとは水分抜き取った、ね、部分でいらない部分をペッてするんですけれども、正直匂いはそんなに、感じないですね。この中顔突っ込んでですね、さっき匂い嗅ぎました。これ蓋外せるんでね。可愛いだけど、なんか甘い匂いがちょろっとするぐらいかな。少しだけね。それ以外は、臭いと感じる要素は、ないかな。特に、臭いなぁはちょっとないですね。でフクロモモンガちゃん自体は体もね、たまにちょっと、臭いというよりはなんだろうな、フクロモモンガ独特の匂いみたいのはねあるんですよね。臭腺の香りだとか、あとはなんて言うんだろうな、ちょっと油っぽいというか、体がね少し油が出てるわけでもないんですけど、油っぽいところっていうのはあるんですけれども、フクロモモンガちゃんの方が個体自体の匂いもそこそこ、臭くはないんですけどね、全然。でも個体自体、その生体自体の匂いっていうのも、うんちの匂いっていうのも、正直フクロモモンガ飼った後だと、別にって感じ。臭いかこれっていうぐらいです。全然。本当に。そんな感じです。臭くはないね。今だって、フクロモモンガちゃんたちが今動いてるけど、ケージのね、周りをカミカミするので、今ケージ破壊してますね。あれ。ガリガリってちょっと聞こえると思うんですけど、ケージの横のね、多分プラスチックを噛んでるんですよ。やめれと言ってるのに、ほら、そこの部分をね、噛んでるんですよ。ちょっと噛むぐらいじゃ壊れないんでいいんですけど、可愛いんだけどね。ケージ破壊神なので、こっちの方がちょっと臭いです。臭いし、うるさい。ので、なんか大したことないです。はい。っていうところが、まず、2つ目。そして3つ目、3つ目、餌をねめちゃくちゃ食べるので食費が大変っていうのをね見たんですけれども、食べるけどそこまでかな。はい。1日バナナ1本分ぐらいは食べるし、リンゴも食べますけど、フクロモモンガもしょっちゅう甘いフルーツをねあげてはいないですけど、あいつらにフルーツあげたらコウモリの日じゃないぐらい食べますので、そこと比較しちゃうと、これぐらいなんだねって。しかもバナナ1本とリンゴをこうやって入れてあげてるんだけど、1.5 日分、1日と半日ぐらいは残ってて、で、最終的にちゃんと完食してくれるんだけど、なんか、聞いてたよりは、あれ意外とそんなじゃないっていうところで。思ってます。ただバナナがね主食として今与えてて、バナナがそんなに高くなかったので、5本入ったやつで190円ぐらい。リンゴの方が高いなってところなので、リンゴはしょっちゅうもしかしたらあげれないかもなとは思ってるし、リンゴの方がねちょっと足早いので腐りやすいので。でリンゴだと6個入り7個入りとかで390何本とかかな。あと見切り品でもう今日帰ってすぐあげるとかっていうんだったら80円ぐらいで1玉売ってたりとかはするけれどもっていうところですかね。そんなになんかバカみたいに食べるかなっていうと、量がね多いんですけど、バナナ1本とリンゴちょびっとみたいな感じなので、そんなにかなってところですね。タンパク質とかのためにあそこにそのモモンガのねパウダーフードかけたりとかしてて、っていうところで、ギャップに関しては、フクロモモンガを飼っている人間からすると楽、全然楽。あとフクロモモンガほど俊敏に立体行動をしないので、抱っこをねちょっとするようにしてても、爪はフクロモモンガより痛いかな。爪切ったら痛くないんだろうけれども、ちょっとコウモリの爪を切るのはちょっと違うかなと。ああやってぶら下がるので、ぶら下がる時に使う部分がね使えなくなっちゃうと大変だろうし、スルスル下に落ちちゃうだろうからねってところですかね。掴む力も、フクロモモンガとの比較になってしまってあれなんですけれども、フクロモモンガの方が多分掴む力は痛い。強いと思う、あっちの方がグッと掴むので、この子たちは引っ掛けるって感じかな、コウモリちゃんは。なので引っ掛ける力は一応強いんだけど、引っ掛けた後にそのなんだろう、2段階目っていうのかな、爪が引っ掛かりました、もう1段階つまみますっていう動きがないのね。フクロモモンガちゃんたちはね、1回引っ掛けた後にギュッてする、こういう動きがね取れるんですよ。グッとやられた時に爪がメリメリって入るんですね。そっちの方が痛えなって。こっちはどっちかったらほんと引っ掛けてっていう、引っ掛ける力が強い、掴む力という、まあ掴む力にはなるんでしょうけど、引っ掛ける時の力が強いって感じですね。あと、まあ、この動画が出る前に上がってはいると思うんですけど、なんか俊敏な行動もできないし、ちょっとおっちょこちょいだし、土地っぽいし、なんか可愛いですね。フクロモモンガちゃんたちはね、なかなか手の上にポンと置いてもすぐちょろちょろちょろっていくけど、ちょっとの間は手の上にいてくれるんでね、っていうところですかね。うん、まあ私が感じた3日4日ぐらいのね飼育を進めていっての、最初聞いてた話とのギャップで言うとその3つですかね。まあ、ただフクロモモンガを飼ってるからこそそっちとの比較対象でね起きてしまっている内容もあるので、ちょっと比較としてっていうところは強いかもしれないですね。ただフクモモちゃんいると、フクモモちゃんの方が活発だしうるさいなっていうことが多いですかね。はい、っていうところでございます。で、そうそうそう、1個だけねちょっと余談ではあるんですけれども、コウモリちゃんずっと欲しくて、小学校3年生ぐらいからかな、ずっと欲しくて探してて、まあ念願かなって約20年近くねの夢が叶ったっていう状態なんですけど、その前にねフクロモモンガとか他の小動物飼ったりしてて、で結構フクロモモンガとね顔というか仕草というか似てる部分もあるんですよね。どっちかっていうとフクロモモンガより、まあ、鼻と目のところが長いんですけど、こっちの子の方がちょっとなんだろう、馬面というかそんな感じではあるんですけれども、フクロモモンガを多分私が飼育最初こう見た時にお迎えしたいなってなった理由としては、多分顔がですねコウモリに似てたんだと思います。迎える順番は逆にはなってしまってるんですけれども、おそらくそのきっかけのうちの一つが、コウモリがずっと欲しかったっていうところで、コウモリに似てる、めちゃくちゃ可愛いだったんだと思います。おそらくね顔はね私の中では結構コウモリと似てるなと。しかも食性もね、あっちは動物性のねタンパク質とかも取りますけれども、甘いのも食べるんですよね。でこっちは動物性のタンパク質も取るけれども甘いのメインっていうところで、ちょっとメインはフルーツなのかその普通にタンパク質なのかっていうところで違いますけれども、食性は似てる方向ではあるので、多分そこも可愛いなって思った理由というか、いいなと思った理由なのかもしれないですね。フルーツ食べてる子好きかもしれないです。まあ、って言ったら爬虫類とかまた別の話なんだけどね。ただフクロモモンガちゃんをお迎えした理由の部分でいくと、多分そういう部分が強いんじゃないかなと私が勝手に思っております。はい。いや念願叶ったコウモリなんでね、ちょっとマナちゃんとは仲良くずっとしていこうかなというところで。マナちゃん実際にね、ちょっとなでなでしたり抱っこしたりっていうのをやるんですけれども、あいつ逆さまにやっぱ慣れないとちょっと落ち着かないんで、もう一個の方の動画でもね、もう一個のっていうか前の動画でもちょっと言ってるんですけれども、逆さまになれるところを作ってあげてから抱いてあげる。抱いてあげるっていう言い方変だな。抱っこしてあげるのがいい感じですね。フクロモモンガちゃんでいうとこのポーチですね。フクロモモンガちゃんはポーチに入れた状態でなでなでよしよししてあげるとあんまり嫌がらないっていう傾向にございますので、そういう感じでなんか動物ってこう似てる部分っていうのはあるなと思いながら、も3日ぐらい生活をしております。はい、すごく眠そう。いや、ただ本当に念願かなって嬉しい限りです。で、今はね、こうやってケージも改造してちょっと見やすいようにもう変えたので、なんか結構満足してますね。まあ、ただここでね、満足してしまって、手に入れたから OK っていうのはね、生物を飼う上ではいけない行為ですので、結構いらっしゃると思うんです。見たことあるので、ペットをねお迎えして OK みたいな感じの人が結構いるので、お迎えした後もちゃんとね飼育っていうところでしっかり見てあげないといけない部分ではありますので、その辺をね見ながらちゃんとやっていきたいなというところでございます。はい、ということでね、フクロモモンガじゃない、フクロモモンガの話してて、フクロモモンガって出てきてしまいました。エジプトやルーセットコウモリを飼ってみての3つのギャップのお話でした。はい、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok の、フォローお待ちしております。そして過去にもね、たくさん動画を上げておりますので、そちらも見ていただけますと、幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょうということで、以上、りんとでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、りんとでした。バイバーイ。